アデルベルト・シュルツは、ドイツの軍人、第二次世界大戦中、第七装甲師団長などを務めた。27人いる、白洋、剣、ダイヤモンド付き私鉄十字章受賞者の一人であり、また当時のドイツにおける、最年少の将軍の一人であった。最終階級は少々。1903年、ドイツ帝国時代のベルリンにて、役人の息子として、生を受ける。彼は、 ベルリンの実業学校を卒業するとともに、アビトゥーア試験に合格し、銀行員としての修行を受ける。彼は銀行支店長になるために、1923年から1924年まで、商科大学に通った。しかしその後、銀行員ではなく警察官を目指すようになり、1925年12月には、ブランデンブルクのプロイセン警察学校に入校した。 1927年には卒業して巡査に、任官してベルリンに勤務し、8年後の1934年4月20日には警察省位まで昇進している。1935年10月1日、シュルツは警察からドイツ国防軍に身分を移し、陸軍中尉となった。第二次世界大戦が始まると、シュルツはオーストリア及びズデーテン地方の占領任務に参加した。 1940年には大尉に昇進している。また、西部戦線におけるベルギー及びフランスへの進攻にもエルビン・ロンベル将軍の下で参加した。1940年9月29日、騎士鉄十字章を受章する。中央軍集団指揮下にあった時、シュルツはクリンにて自軍の8倍の戦力を有する赤軍に攻撃を受けた。この際、 非常に劣勢であるにもかかわらず、シュルツは伝軍に残って戦い続け、最終的に4000名以上の負傷者を撤退させた。この選考から、1941年12月31日には、彼の岸鉄十字章に柏葉明が付された。1943年8月6日、岸鉄十字章に、憲章が付されるとともに、大佐への昇進を果たす。 1943年3月11日、ヘルマンホト将軍指揮下の第4装甲軍に配置された第7装甲師団は、ハリコフにおける反撃に参加した。当時、シュルツは第7師団所属の第25戦車連隊を率いており、この反撃の折には戦闘団長を務めた。彼に率いられた戦闘団は、赤軍の第3戦車軍が壊滅するまでにおよそ100両の、 戦車を破壊した。クルスクの戦いの直前に撮影された、シュルツ12月14日、シュルツは、岸鉄十字章に、ダイヤモンド章が付される胸の無線連絡を受け、相当大本営への出頭を命じられた。しかしシュルツは、東部戦線では、激戦が依然として続いており、授与式典に咲く時間がないことを理由に、これを拒否している。彼が、 ダイヤモンド賞を受け取ったのは1944年1月9日になってからだった。また、この際に、少々へ昇進するとともに第7装甲師団長に就任している。1944年1月28日、シュルツに引きられた第7装甲師団はシェペトフカへの攻撃を行った。この戦いの最中、戦車のハッチから頭を出して指揮を取っていたシュルツは、 砲弾片を頭部に受けて重傷を負った。彼はすぐに野戦病院に運び込まれたが間もなく死亡した。彼の死は1944年1月30日付の国防軍軍法で発表された。ニュースターにあるドイツ連邦軍のシュルツルッツ兵舎は彼の名にちなんだものである。インディーゼン・ケンプファン・フォンド・アンデア・シュピツェ、セナー・ディビジョン・デアフォア・ウェニジェン・ダゲン・ホム・フーラー・ミッドデア。 フークストンタップファーケイツージアシュナンビーライヘンコモンジャー、アイナーパンツァーディビジョンジェンダルメジャー、シュルツデンヘルデントット、ミッドアイムバールユッドダズヘアイネンセナーベストン、アフィシア、ダイポンツァーバファイネンボービルドリカンコモンジャー。ありがとうございます。